そうだー。おはよう。ねえ、起きて。随分と懐かしい声を聞いた気がした。もう何時だと思ってるの？起きて。起きてってば。もう少し。何言ってんの？もう8時だってば。え？え？じゃなくて。レンタカー何時だっけ？9時。ああ！じゃなくてもう早くシャワー浴びてきて早くほら。ああ。そうだ。あの日確か俺は寝坊をして。いっぱいあるって言ったのに。ごめんて。シラスの釜飯、小町通りのお団子、クレープに厚揚げに鎌倉野菜のカレー、全部食いもんじゃん。悪い。いや悪くねえです。はい、麻美に小言を言われながら春の東名高速を走った。レンタカー独特のきつい芳香剤の香りを今でも覚えている。ん？何？ご機嫌？ソータが寝坊したから不機嫌。嘘。遠出久しぶりだから。楽しい。楽しそうに景色を追う彼女の横顔もまだ覚えている。大丈夫？疲れてない？ん？平気。そっか。うん。ソータこそ運転で疲れたんじゃない？まあほどほどに。大丈夫？どっかの誰かさんが車で連れてけって言うから。どっかの誰かさんって誰だろう。朝っぱらから起きろ起きろってうるさい誰かさん。それはソータが寝坊するからでしょ。ごめん。行きたいなぁ、鎌倉。行きたいなぁ。車で行きたいなぁ。何それ、私の真似？そう。似てるじゃん。似てないよ。あれおかしいな。うん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 。行きたいなぁ。鎌倉行きたいなぁ。もう違うって。行きたいなぁ、鎌倉行きたいなぁ。行きたいなぁ、鎌倉行きたいなぁ。馬鹿にしてるでしょ。天気良くてよかったなぁ。ああ、もう話そらす。人というのは、声から忘れていくらしい。いずれ忘れてしまうのだろうか。この声も。本当に天気良くてよかった。やっぱ日頃の行いかな。俺頑張ってるもんな。私の行いがいいからでしょ。はぁ。はぁって。今朝だって私早起きしたし、ご飯も作ったし。はぁ。寝坊してレンタカーの時間ギリギリだったの誰のせいだろう。ごめんて。まあでもソータが寝坊するのも予想してたけどね。え、マジで？マジで。
あらゆる事態を想定して予定を組みました。の、できる女っぽい。さすが合理主義の鏡。それ合理主義関係なくない？え、そう？そうでしょ。そっか。もうしっかりしてよ。仮にも脚本家なんだから。仮にもって。あー、間違えた。売れない脚本家だった。うるせえな。あー、ねえねえ、鎌倉舞台に一本書いたら？季節は春で、どんなのがいいかな。いや、鎌倉っつったら梅雨だろ。いいじゃん、春。桜舞う鎌倉。だってさ、こんなに綺麗だよ。それに、売れるには人と違うことしないと。知った風によく言う。あ、でも、それで売れたら、春の鎌倉、親善大使とか、オファー来ちゃうかもよ。なんだよ、それ。一躍有名作家。タイトルは？え？タイトル？うん。4月の桜。ダッサ。それ10月の朝号のパクリじゃん。自作だしパクリじゃないでしょ。シリーズものみたいにしなよ。ね。やったんよ。前言っただろ。タイトルダサいって叩かれたって。そうだっけ？そうだよ。しかも4月の桜なんて10月の朝顔よりダサいわ。そんなことないでしょ。そんなことあります。終わりです。変な顔。はぁ、あ、わぁすごい。ねえ、桜のアーチ突発できたけど、すごいいいタイミングだったね。平日で人も少ないし、よかった。雲一つない真っ青な空に、桜が舞った。ツンと鼻の奥が痛むのは、来年の春、彼女が隣にいないことを、わかっているからだろうか。すごい。なんかね、ネットで見たんだけど、この桜のアーチ、天国みたいって書いてる人いた。天国って、こんななのかな？さあ？さあって。見たことねえし。脚本家なんだから、もっと夢膨らませてよ。残念ながら売れない脚本家なんで。ああ、そういえばさ、編集のさきちゃん。うん、かんなさん。うん。え、何？仲良くなったの？うん。そうた最近コラム書いてるじゃん。うん。それでちょくちょくうち来るじゃない？お茶出してるうちに仲良くなった。無理に話し合わせてもらってるんじゃなくて。もうなんでそういう言い方するかな。ごめん。てか、私に気使って家来てもらってるでしょ。病気の嫁放り出してどっか行くほど薄情じゃないんで。何その言い方。平気だよ、ずっと家にいなくても。お母さんも気にかけてくれてるし、まだちゃんと体動くし、物忘れもたまにだし。練馬の駅で泣きそうになりながら、帰り道わかんないって電話かけてきたの誰ですか？忘れた。都合よく忘れんな、バーカ。覚えてんだろうが。アサミの病気は徐々に記憶を失っていくものだった。手足の自由が効かなくなり、そしてすべてを忘れてしまう。で、今野さんがどうしたの？ああ、さきちゃんの彼氏がね、写真やってるんだって。
岩倉優輝、知ってる？いや、知らない。だよね。私も知らなかった。あ、でもね、一部では有名みたい。ほら、見て。SNS も結構フォロワーいる。え、俺よりいるじゃん。そうとはもっと外に向けて活動しないとね。はい、アドバイスどうも。もう、いつも私の話適当に聞いてるでしょ。はぁ？一番真面目に聞いてますけど？変な顔。もう一回やって。もう一回やって。え、もう一回？もう一回やって。これ結構きつい。もういい。まあ許しましょう。で、その人がどうしたの？表情筋やば。なんでね、うん。あの、その人、目白で個展してて、さきちゃん友達の付き添いで行く予定だったらしいんだけど、友達ドタキャンで。うん。しぶしぶ一人で行ったら、そこで出会って意気投合だって。へぇ、安いドラマ一本かけそう。でしょ？すごいよね。せんべろで口説いた俺と大違い。自分で言わないで。あ、それでね、写真撮ってってお願いしたら、いいよって言われた。ん、何？浅見の写真？一人で撮るわけないじゃん。家じゃあるまいし。笑えねえんですけど。笑うとこそこは。あははははははは は。な、何その乾いた笑い。いや、笑うとこって言われたから。おぉ。てか、そうじゃなくて、さきちゃんの彼氏がね、私たち二人の写真撮ってくれるって。なんでそんな反応薄いの？いや、あんま写真得意じゃないの知ってるだろ？まあ、でもほら、せっかくプロが撮ってくれるって言ってるし、撮ってもらおうよね。撮りたいな、写真撮りたいな。おー、すぐバカにする。あー、まあ写真くらいいいけど。本当？うん。ありがとう。まずはそのボサボサの髪切らないとだね。はあ？これボサボサじゃなくて、この長さにしてパーマかけてんの。そうなの？そうなのって。今までボサボサだと思ってた。うん。うんって。嘘、パーマかけてるの知らないわけないじゃん。あーあっあ、そうだ、お母さんたちにもお土産買って帰ろ。何がいいかな。うん、まあ、適当にその辺の饅頭とかでいいんじゃん。温泉じゃないんだから。彼女は私のことなんて忘れて生きろというくせに写真を撮ろうと言った。その残酷さに気づいているのだろうか。そうた、ねえ。そうたってば。ああ、ごめん、ぼーっとしてた。大丈夫？うん。やっぱり、運転疲れた？大丈夫だよ。そっか。ねえ、ソータ、ん？すごいね、桜。天国みたい。ああ。ねえ、ソータ、ん？最近、ちゃんとご飯食べてる？食べてるよ。昨日は？え？昨日は、何食べたの？これは、
夢だ。ねえ、ちょっと痩せたんじゃない？春の鎌倉でこんな会話はしていない。これは俺が見ている都合のいい夢だ。またまたヒョロヒョロなんだからちゃんと食べないとダメだよ。俺の妻はひどく薄情な女だった。自分だけ都合よく何もかも忘れて、俺に忘れろと言い残し、去年の暮れに死んだ。そうたー、聞いてる？麻美は死んだ。俺を忘れた彼女に何度も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 自己紹介をした。もう、そうだ？死んだんだ。え？麻美は死んだんだよ。麻美。なに？麻美。なに？何回も呼ばなくても聞こえてるよ。麻美。なあに？味が しないんだ。どうしたの？風邪ひいた？また酔っ払ってパンツで寝てたらダメだよ。うん。麻美。なーに？書けないんだ。何も。春の鎌倉は？書けない。どうして？こんなに綺麗なのに。書けないんだ。食い倒れツアーとかでもいいんじゃん。しらすの釜飯に、小町通りのお団子、あとクレープに、他に何食べたっけ？ああ、それから寝坊した話も書けば？書けない。書いたら後悔とかいろいろ忘れるって言ってたじゃん。書けないんだよ！書けないんだ。じゃあ、新しい仕事探さなきゃね。もういいんだ。もういいんだ。
ねえ、ソータ、ダメだよ。死んだらダメ。だって私、今こっちでいい男探してるんだから。勝手に来ないで。苦情だな。でしょ？だから、だからさ。また忘れろって言うのか？無理なんだよ！忘れたくてもさ。忘れようとしたってさ、無理なんだよ。朝起きたらまた下手くそな料理してんじゃねえのかって。うん、文字書いてても触れない脚本買っていって、お前が笑うんだよ。都合よく自分だけ全部忘れて、それで忘れろってさ。俺の気持ちはどうすんだよ。ごめん。ごめんね。本当。勝手なんて。ねえ、ソータ。私、ひどいこと言ったね。忘れろって。ごめんね。思い出にしてねって言えばよかった。忘れようとしたって忘れられないもんね。でもさ、きっとそのうち思い出になるから。だってさ、生きるってそういうことだもん。いろんなことを手放していくの。楽しいことも辛いことも、ちょっとずつ。だから大丈夫。ねえソータ、私覚えてるよ。何回も何回も言ってくれたこと。君は、君は鈴木あさみ、俺の奥さん。うん、功利主義で要領がいい、稼ぎも文句なしの元キャリアウーマン。好きなものは俺の作った甘いだし巻き卵。うん、それから白杖で
どい女。でしょ？だから思い出にして。大丈夫、ちゃんと思い出になるから大丈夫。忘れろなんて言ってごめんね。手に忘れてごめんね。そうた、ありがとうってちゃんと伝えなくてごめんね。アサミ。ん？天国ってこんな感じだった。どうだろう、まだ内緒かな。おじいちゃんになった時のお楽しみ。そっか。あ、そういえば朝顔やっぱダメだね。ん？だって忘れられないもん。思い出にはできるけど。やっぱりソータは売れない脚本家だ。パーク、もともと思い出にするって意味で書いてんだよ。そっか、じゃあ天才だ。ごめんな、アサミ。忘れろって言ったのも優しさだって分かってたんだ。うん。分かってたんだ。残される方が辛いから、だから前を向くために僕は君を忘れて生きていく。10月の朝顔、鈴木颯太。よくまんま覚えてんな。だってファンだもん。君は鈴木颯太、私の大好きだった人。職業は天才脚本家。
もう大丈夫？それじゃあ、そろそろ行くね。バイバイ。そうた。ありがとう。鎌倉がつないだ彼女との時間は夢かうつつか幻か、雲一つない真っ青な空に桜が舞った。人は大切なものほど忘れることなどできはしないのだ。楽しいことも辛いことも一つ一つ手放して思い出にして、そうやって生きていく。写真の中の彼女は今日も楽しそうに笑っていた。いつかこれも思い出になるだろう。なあ、あさみ、今年ももうすぐ春が来るよ。